どうも、ダータです。ではハガモバやっていきたいと思います。今回は、ポイントカードでどれだけ、いろいろやったかっていうところのお話をしたいと思います。ポイントカード更新されまして、また、ポイントカードの上限が出ました。3000ポイントですね。まあプレミアムカードであったり、あと今こちらの新春プレミアムカードもありますので、こちらの方まだ取っていない方はどうぞ取ってください。で、まあこのポイントカードで、一応獲得上限ポイントとして10万ポイント稼ぐことができると。10万ポイントを普通に貯めていくにはどれぐらいかかるのかな。1週間で3000ポイントが上限なんで、単純に、1ヶ月4週間と換算して12,000ポイント稼げると。で、単純に8ヶ月あれば10万ポイント稼ぐことができるということで、前回の、アップロードの時にこちらの方手に入れました。で、私見ての通り全部ほぼ使い切りました。で、交換したものに関しましては、SSR、道開きの剣舞の方を一つ取って、あとね、歴練とか飛躍の方も取らなかったです。今回どちらかというと育成目的にほとんど取りまして、まあ通常コインをメインに、私取りましたね。あと集中強化の方もまあある程度取りましたけど、まあ、こちらはまあいつでも取れるのかなっていうところもあって、で、通常コインで、キャラをがっつり育成しまして、まだ星6になってなかったリン、ラストの方、星6にすることができました。ということで、SSR は計7体、星6に無事になりました。でね、あとはちょっと当面取れないんです。あとはね、星5になるキャラも何体かはいるんですけど、まあまあ急がなくてもいいのかなというところで、まああとはちょっとのんびりやっていこうかなっていうふうに思っております。今こんな感じで、一応星5候補として、キンブリーで、あとだな、これだ、エンビ、限定通常のエンビ2体、そしてオリビエの4体が、星5になれる状態になってます。まあ、どちらかこの中でまあやるとしたら、まあオリビエかなというふうに思ってますね。それ以外はとりあえずまあステイかなというところ で、今はもうどっちかいうとこう育成の方に力を注いでやっているという感じですね。なんでのんびり結構やってます、最近は。がっつりやる必要もねえのかなというところで、はい。それで、だいぶ集中強化をやりまして、マスタングもあともう少しで27,000まで、戦闘力が上がる状態にまで上り詰めてます。そしてまあ歴練とかに関してはもうマスタング1本で今振り分けている状態ですね。はい。それで、ギフトの方も見ていただいたらいいんですけど、心理もあと一歩で、マスタングカンストになるのかな、まあわからないですけど、になります。まあちょっとこの鍵が足らないんで、多分これクリアしないと手に入らないんですよね。4つ手に入るんですけどね、まあとにかくこの10の9が難しすぎて無理っていう感じなので、今のところまあステイの状態でいます。あとは、まあ、こちらを、あと集中強化ですね。集中強化も、肉体は完全に終わってます。あと精神感覚がまだ中途半端な状態で終わっていると。で、あとまあレックスラーも一応ね、まあメインで使っているキャラに関しては、まあこれはね、なかなかまだ上げてませんけど、できる限り、上げて、まあ、リンも、まあ、集中的に上げましたわ今回は。
で他もまあ上げれてるところは上げてるかなっていう感じですね。で、まあ、マスタングの鍵が完全に終われば他のキャラの鍵もどんどん解放していこうかなというふうに思っております。はい、そういう感じで、まあ育成はまあすごい時間かかるんですけど、まあ今じっくりやっているかなっていう感じですね。それで、まあそれもあって、まあ前回、先週ですね、先週国境線の支援も無事クリアできたという感じです。そしてデイリーの方もね、一応こちらのデイリークエスト強襲のキメラも、なかなか150クリアできなかったところあったんですけど、もう全部全部確かクリアしたはずですね。150は、全部の1週間分の。なのでまあまあこちらもスキップができる状態になってます。地下の暗躍者たちに関してはまあ中途半端に止めてるところもありますけどね、まあまあ急ぐ必要はないかなというふうに思っております。はい、というわけで、まあポイントカード、貯めるもよし、使うもよしっていう感じで、まあ無課金とかね、私みたいな美課金の人はどうなんでしょうね。一応今現状としてまあ限定アイテムがあるわけですよね。こういうメモリーとかが、まあこれを取るのか、まあアバターはね好みだと思うんですけどね。でこれをまあ取るべきなのかどうか、そして歴連飛躍をまあ急いで取るべきなのかっていうところで、まあ正直ね、歴連に関してはまあここで取らなくても、あのイベントとかだ、あとマシンをクリアしていくとまあ取れるは取れるんですよ。なのでまあそこまで急いでやる必要はないのかなっていうふうに思ってまして、それよりもやっぱりまあ私の場合は早く星6にしたかったっていうのもあって、結構振り切りましたね、もう、通常メダルの方に。なので、まあこれは一つそれぞれだと思うんですけどね。まあまあで、あとまあ今月終われば新たに多分ここも更新されてくるだろうし、やっぱポイントカード3000ポイントはなかなか少ないんでやりたいこともあんまりやれないかなっていう風な印象がありますけどね。まあ皆さんはどういう風にお考えでしょうか。はい、というわけで、今回、まあ、ポイントカードでどんな感じで今使い切ったかっていうところの私のお話をさせていただきました。はい、まあまあ今ね、今後どんな、もうイベントもほぼ終わりかけだし、多分来月あたり新しいイベントもしくは、ハーフアニバーサリーがあるので、まあ、どんな感じで展開していくのかっていうところもまたお話できたらいいかなと思っております。はい、というわけで今回の動画は以上とさせてもらいます。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。ナナタでした。